いや、日本人はそんなにね、バカじゃないってこと。そんなね、我慢しろって言えば我慢するの。だから例えば日本は海になってますよね。だから海上の風力発電所ね、あとは陸に来れば火力発電、自熱発電ね、そういうのがまとまっていけばある程度のことは間に合うと思う。だからその間のつなぎはどうするかって言ったら、やっぱりもう我慢するほかないの、国民が。だって今現在はっきり言ったらさ、また危ないのかね、あれ。今原発、第一原発は地震が来たって台風が来たって危ないんだから、一番危ないんだよあれ。だから代替エネルギーが変わるまでにはなんとかそこまで我慢してても、やっぱり風力ね、海上にできれば、あとは地熱と思いますよ。大熊あたりは無理だと思うんですよね。ですから除染をしないで、ある程度10センチとかそう低くしちゃうの。例えば農地とかには10センチぐらいのコンクリートとかシートをやっちゃって、その上にソーラーパネルでもやって、発電する、まあ私の夢みたいな話ですけども、そういったのがかえって現実的にはいいんじゃないかなっていうようなことを思っています。まさに浮かぶのが太陽光ですよね、まさに。もうそれにはまだコストが追いついていかないというのは耳にしましたけども、全部に行き渡るようなことにはまだならないっていう、まだ、これからまあいろんな研究されてはいくとは思いますけども、地熱発電、日本にはいっぱいこう火山帯走ってるからいいと思いますし、あと海底油田とかいうのもね、なんか結構あるみたいで、深いところだかなんかわからないけれどもあるようなんですよね。それをどんどんこう掘り出すような開発をしてほしいですね。原発はもういらないと思います。無駄だと思います。